はい、生のキッチン横塚さんです。はい、今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、夏の定番料理茄子入りを作りましょうね。で、大量に作ってそれを丼物にしていきましょう。材料です。はい、茄子入りです。茄子3本、ピーマン2個としましたが、これ大きさいろいろあると思いますので、好きなだけ使ってくださいね。今日はお肉は入れずに油揚げ入れていきましょう。仕上げに大葉も添えます。調味料は炒める油、それから砂糖、味噌、醤油、みりん、全部大さじ1なので分かりやすいですね。油だけちょっと多めにしてください。卵とじ丼はこの残った茄子入り、そこにご飯適量、卵も適量、だし汁で伸ばしてくださいね。1人分でだいたい3分の1カップ、 70cc ぐらいです。あとは紅生姜ですとか、お好みで七味唐辛子添えてみてください。詳しいレシピは D ボタンでご覧いただけます。では作っていきましょう。まずナスからいきましょうかね。ナス縦半分にしました。太かったのでね。で、薄切り、斜めの薄切りなんですが、7、8ミリありますかね、厚みがね。はい、こんな感じです。そしてピーマン細切りってしたんですけれども、ちょっと太切りですね。1センチぐらいあります。ボリューム感ありますね。あとは油揚げ、これは2センチ四方ぐらいですかね。開いておくといいですよ。このぐらいに切ってください。さあ、そうしたら火を通していきましょう。まずナスいきますよ、ね、油ちょっとね、多めの方がこれ綺麗に炒まりますからね。大さじ2から3ぐらい使ってください。まあ、ナスの量にもよりますけどね。はい、入れます。そして全体にこう油を絡めるようにしていってくださいね。で、これね、あんまりせっかち、私せっかちですけれども、せっかちにね、炒めないで、ちょっとじっくりとろっとするまで蒸し煮にしていくといいですね。蓋をして少しだけ火を弱めて、だいたい 4、5 分ですかね。時々かき混ぜながらしんなりするまでいきましょう。そうするとこんな感じです。かなりね、かさが減って、こうとろんとした感じ、わかりますでしょうかね。柔らかくなってます。さあ、ここにピーマン加えていきましょう。で、ピーマンも少しだけ火を通していきますね。これ、ナスと同時にピーマンだとね、このピーマンも色が悪くなってしまうので、後からの方がいいですね。では炒めてる間に調味料を合わせていきます。はい、お味噌です、大さじ1、お醤油も大さじ1、それからお砂糖も大さじ1、そしてみりんです。なので結構甘めですね。このナス入りはちょっと甘い方が美味しいですね。甘めの味付け。はい、混ぜて。さあ、では、いきましょう。はい、全部いきます。そうすると、ナスからね、ちょっと汁気出てきますので、今度火を強めて、この水分飛ばしていってくださいね。なのでプチ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 跳ねますからね、気をつけてくださいね。はい、ナスっていうとね、こう中華風のピリ辛の炒め物もいいんですけども、このね、甘めの煮物も美味しいですよ。入り煮、炒め煮ですね。うわ、飛んでく。油と違ってね、小さい粒が跳ねてくる感じなんですけれどもね、量が多いので、手とか覆うようにして炒めてくださいね。はい、水分飛んできました。このぐらいまで飛ばしてから、はい、油揚げ最後にいきます。ポイントです。はい、油揚げ最後に加えてくださいね。これ最初から入れるとね、全部吸っちゃうんですよ、汁気を。で、しょっぱい油揚げになるので、残ったこのちょっとの汁気で結構です。油揚げがね、十分味染みていきますからね。はい、いい感じですね。はいはい、さあ、油揚げの白っぽいところがなくなったら OK です。さあ、いいですね。はい、出来上がりました。これ冷めても美味しいですからね。もう冷めていますけども、盛り付けておきました。で、仕上げにちょっとね、大葉、はい、バラバラね、
これ熱いうちにかけた方が良かったですね。熱い方に入れましょうか。はい、さあ出来上がりました。そしてちょっと残った場合ですね、これずっと同じものじゃなくて何か違うものにしていきましょうか。はい、ではこのぐらい残ってました。で適量入れてくださいね、1人分ね、だいたいこのぐらいかな。はい、そしてだし汁で伸ばしていきましょう。1人分だいたい 70cc ぐらいですね。様子見ながら入れてってくださいね。さあポイントです。はい、ちょっとだし汁で伸ばしてくださいね。これ丼のご飯にも味がついていきますし、あと入らないとただのなんて言うんでしょう、オムレツになりますから、ナスが入ったオムレツになってしまいますのでね。はい、煮立ってきました。さあじゃあ卵準備しますね。一人分なので1個です。はい、はい、じゃあまず少し入れましょう。ここでね、少し卵を火を通して、次は彩りでね、こう閉じる感じにしていってください。はい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 、はい、じゃないでしょうか。ここからはもうお好みの加減に火を通していきましょう。さあご飯用意しました。つゆもね、あ、見えなくて、ごめんなさいね。はいはい、そしてこれは丼なので、ちょっとね和風の丼なので紅生姜を添えてあげましょう。ちょっと熱々ですね。はい、では、はい、出来上がりました。完成しました、はい、まずナス入りを作って、そのナス入りで卵とじ丼、2品でございますよ。